今日訪れたお店は香川県高松市福岡町にある琴殿片原町駅から徒歩10分のお店。いやー、こんな天気のいい日はうどんでも食いに行きたいなと言いつつ、天気が良くても悪くてもいつもうどんを食いに行く僕。今回は高松の海沿いのお店、香川県立中央病院のすぐ近くです。ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで今回は人気店手打ちうどん麦蔵さんへ来ました。朝の11時開店なんですけど、この日約11時半ぐらいに来たんですよね。で11時半でもね、めちゃくちゃ人がいるっていう、ちょうど12時とかそのあたりに来たら多分ね、並んでなかなか入れないような人気店です。お店に入ると、これかなり珍しいんですけど、こちらのお店食券制度なんですよね。メニュー表があって、そこには番号が割り振られてます。柏ザルは例えば11番。1人案内用の店員さんもいたので、非常にわかりやすくスムーズに購入することができました。こちら店内なんですが、ほぼ満席。これまだ開店してから30分経ってないですからね。期待で脇肉踊ってきた。さあ、こちらがこのお店の一番人気、柏ザルうどん。うどんも柏も注文が来てから全て作り始めるので、若干時間はかかりますが、要するにそれって出来たてってことですからね。見てください、この柏店の表面、薄い衣をカリッと揚げたその食感、これは想像するだけでやばいぞ、やばいことになっちゃうぞ。そしてうどんは不揃いで若干太め。この手作り感がいい。女優に例えるのであれば、福岡県出身152センチの AB 型、そう、橋本環奈にそっくりだかんな。さあ、それではおうどんいただいちゃうかんな。橋本環奈と5秒環奈にするっていう高等技術のギャグ。おそらくこれを見ているみんなは笑いすぎてお腹が裂けていることでしょう。まずだしを作っていきましょう。生姜とネギとごまか、これはもう全部ぶっこんじゃおう。最初の一口目は鶏天いきたいところですが、やっぱりうどんからいっちゃおうかな。あ、違う、いっちゃおうかんな。麺の取りすぎは注意だぜ、だしが溢れちまう。さあ、それでは最初の一口目いただきます。エッジ際立つ純白の太麺に心地よいコシ、そこに出汁が絡まって、うーん、It's me マリオ。おっと、マリオになっちまった。でもね、これ本当に美味しいんですよ。で、ちなみに鶏天なんですけど、鶏天もね、本当に揚げたてってだけあってサクッと食える。しかも衣がそんなに熱くないから、本当にうどんと合うんですよね。くどくないんですよ。噛めば肉汁がジュワッと出てジューシー。うどんとかなり合います。ここ来たら本当に柏店は頼むべきだと思う。ちなみにお値段は700円。まあ柏店も4つ乗ってるからこんなもんなんかなっていう感じですね。地元民でもまた来てもいいかなって思えるような味でした。ただしね、並ぶのが嫌なんで、ちょっと早い時間に行くべきだと思います。ちなみにこちら閉店時間がですね、なくてっていうのが麺売り切れ次第終了と。だから本当にね、なるだけ早めにこちらのお店の方を伺うようにしましょう。さあ、それでは最後の一口となりました。いただきましょう。あー、うまかった、ごちそうさま。ちなみにここ高松競輪場のすぐ近くなんで、競輪が好きな人にとっても結構おすすめするお店となっております。それではごちそうさまでした。本当に美味しかったです。さあ、それでは今日のお店のおさらいです。手打ちうどん麦蔵さんです。香川県の高松市福岡町にあります琴殿片原町駅から徒歩約10分のお店。営業時間は11時から、麺が売り切れ次第終了ということなので早めに行きましょう。定休日は木曜日となっております。それではみんなも麦蔵さんへレッツゴーだかんな。